い、皆さんこんにちは。リンクチャンネルの岡本です。はい、今日はですね、最近ね、僕教室の方でレディースの方にね教えているというか、ちょっと皆さんに、してもらっていることがあるんですけど、まあ女性の方って、まあ、サーブがあまり切れて、男性ほど切れてなかったり、レシーブが苦手っていうことで、どうしてもこう、まあ、浮いてボールが浮いてしまうことってあると思うんですよね、はい、で意外にその浮いたボールが打ちにくいっていうことがあると思うんですよ。でこれね、僕もうかなり以前ですけど、まあフォアに突っつかれて浮いたボールをスマッシュ打つ練習で、やったと思うんですよ。レディース必見のフォアに返ってくればね、まあまだいいんですけど、これがバックハンドに返ってきた時、はい、さらにバックハンドの深いところ、深い位置ですねに返ってきた時の処理の仕方、まあ、突っつきだけじゃなくても、まあ、高いボールですね、高い、まあ、高さがあるボールが、バックハンド深くに返ってきた時の処理の仕方、これって結構ね難しいんですよね、まあ、僕たちも難しいですよ。男性女性関係なく、まあ、回り込めればね、回り込んで打てればいいと思うんですけど、まあ、急に来たボールをなかなか回り込めない、まあ、どうしてもバックハンドで処理をしないといけないっていう時の、まあ、処理の仕方ですね。この処理の仕方っていうのをねちょっと解説していきたいと思います。早速行ってみよう。リンクチャンネル。はい、それでは、早速打っていきたいと思うんですけど、まずねバックハンドに勝田コーチにボールを上げてもらいたいと思います。はい、はい、まあ、バックハンドに高いボールが来た時の処理の仕方って、まあ、2種類あると思うんですよね、大きく分けて。まあまあ、一番簡単なのは、短くて高いボール、これは簡単なんですよ。短くて高いボール押してくるのを待ってパンと打てばいい、上がって押したところパン、これは簡単なんですよね。待って上がった、バウンドして上がって押してきたところ、短いボールは、自分のところにボールが来るのを待ちますよね、はい、まあ、もう迎えに行く場合もありますけど、上がって押してきたところを打ちに行く、これはタイミング取りやすい、打ちやすい、はい、はい、この次ですよ。難しい、さっき言ったように難しいのは深い、深くて高さがあるボールですね、はい、これちょっと開けてみてください。お分かりですか皆さん、これ待って打とうと思っても無理なんですよね。待って、深いボールを待って落ちるのを待とうと思うと、もう体の後ろになっちゃうんですよね。はい、これ皆さんどうしても待っちゃうんですよ。高いところで打たないとと思って、高いボールを思って、待ってしまうと、深いボールの場合はもう通り抜けてしまう、もうすごく打ちにくい、もう詰まってしまう、はい、ということで、この深いボールの処理の仕方っていうのは、深くて高いボール、ね、の処理の仕方っていうのは、なるべく速い打球点、もうついた瞬間ですねぐらいが、まあ、理想ですね、はい、これ結構難しいですね。もう皆さんそうなんですけど、電子の方特に上がったらラケットも上がっちゃうんですよね。で高いところで打たないとって思ってしまって、深いボールなんかはもうラケットが高い位置にあるので、高い位置まで待たないといけないんですよね。で高い位置まで待ってるともう打ちにくいってなってしまう、はい、打ち方をちょっと教えたいと思います。それ一応出してみてください。お分かりですか皆さん、なるべく早いライジング、はい、まあ落ちてからすぐですね、はい、落ちてからすぐのところを打つ、まあどうしてもね高いところで打つときよりは強いボールは打てないですけど、はい、まあミスなく打つことができる、はい、まあいつもショート打ちをしているタタンタタンタタンで打ってるのと、まあ一緒のような感覚ですね。とりあえずボールが上がってくるのを待たないこと、待ってしまうと体の後ろに通り抜けてしまったり詰まってしまったりするので、深いボールに関しては速いところを打ってあげる、で、まあ、ポイントとしてはラケット位置を上げないことですね、はい、もう一回上げてしまったら、もうちょっともう一度出すこと、上げてしまったところから早く打とうとすると、これもう上からボールを迎えに行っちゃうんですよね。ボールを打つところは低いのに、低いところで打たないといけないのに、それを上から向かっていってしまうと絶対入らないです。
ただでさえ低いのにネットより低いところで打とうとしてるのに、まあ、上から迎え入れてしまうとネットにもちろんかかっちゃいますよね、はい、ということはもう深いボールに対してはラケットをもう上げた時点で結構アウトなんですよね、はい、なのでラケット位置は低くで、まあ、若干斜め上に、まあ、低いところで打ってるのでちょっと斜め上に上げてあげるかなぐらいの、ボールの処理の仕方、はい、だからこれに関しては速いボール、さっきも言ったように速いボールは打てません、強いボールは、打ちにくいですけど、まあ、ミスは確実に減ります、はい、ちなみにじゃあ、はい、高い、今上回転ですよね、はい、今の処理の方法は上回転のボールとか、まあ、ナックル気味なボールがこう飛んできた時にこうやって処理すると思うんですけど、はい、万が一突っつきで結構高いボール、ああ、来ますね。バッテリー結構来やすいと思うんですけど、むしろ突っつきの方が多いかもしれないですね。突っつき、ナックルボールを突っつかれて深くフワーンと入ってくる、これ結構難しい、はい、これ結構難しいんですけど、ドライブ打つか、まあ、突っつくかどっちかだと思うんですけど、はい、まあ、突っつきにしましょうか、はいはい、突っつきの場合、はい、さっき僕は上回転の場合は、まあ、ちょっと下から上に斜め上にちょっと上げましょうって言ったと思うんですよ、はいはい、まあ、ネットより低いところで打つので、はい、これ、突っつきの場合は逆です。短い時と一緒。短い時として斜め上から斜め下に振り下ろす。はい。まあ、あとね、高い、ボールが高いということで、どうしても上に跳ね上がってくる力も強いので、はい、まあ、いつもよりは少し角度をつけてあげて、まあ、斜め下に。はい。これも速い打球で。はい。これも待ってしまうと、はい。どうしても、もう、これも詰まっちゃいますよね。これも結構多いですね。これも突っつきに関しても深いボールは速いところ打つところ、はい、なるべく速いところ、はいはい、ただ、はい、まあ、これ突っつきに関してはまあそんなに短いボールの時と変わんないんじゃないのかな。まあ、まずつっつきはちょっと難しいかもしれないので、まず上回転、もう普通の上回転をボール高いボール深く出してもらって、これをトドン上がり際トドン、これができるかどうか、はい、これ結構できない人いるんじゃないのかなって僕は思います。でも中にはね、どうしてもこの速いところでボールを打てない、どうしてもラケット上がっちゃうっていう人がね、いると思います。はい。はい、もうその後はね、もうラケット置いてください。ラケット置いてください。はい。で、もうボールをキャッチする練習からしましょう。はい。ボールを出してもらって、もう、速いところですね、に手を持っていく。まずこの手を持っていくっていうね、もう打つことは考えなくていい。ボールに触れる速いところで。っていうね、感覚を養うために、はい、もうラケットを置いて、もう右手でボールをつかみに行ってください。はい。ボールを出すので、はい。まあ、取らなくてもいいです。もう触るだけでいい。このなるべく速いところ、落下地点に手を出してあげるっていうのが大事なので、はい。はい。これでもすごくいい練習になると思います。でこれね、高くなればなるほど難しいんですよ。どうしても上がりやすくなるんですけど、それでも手は上げない、低いところに構えておいて、右手は触りに行く、速いところ、はい、まあ、この練習でもね、十分いい練習になるんじゃないのかなと思うので、はい、ぜひ、まあ、どうしてもこのラケットでボール入ったことで打ちにくいっていう方はね、ラケットを置いて手で触るっていうところから始めてもらえたらなと思います。で、まあ、慣れてくればね、短いボール待って打つボールなのか、長いボールこれは速いところで取った方がいいボールなのかっていうのをね、混ぜてもらって、練習していただければいいなと思います。はい。でもね、これ短くてもわざと速い打球ってね、トトンと打つのもありなんですよね。速いボール、強いボールは打てないですけど、速い打球点で打つということは、まあ、タイミングが早いですね、はい、相手に戻る時間を与えないっていう意味では、はい、これはわざと
短くてもトトンと速いボール、相手がいないコースにボールをついて返す、これもかなり有効だと思います。はい、まあ、全部じゃなくてもいいんですけど、はい、まあ、これじゃあ最後に角田にいろいろ長い短い出してもらって、最後それを打ち分けて終わりたいと思います。今のこの深いボール、こういうの困るんですよね、皆さん。はい、こういうの、これは待っててますね。あ、短い、でも早く、これも使えますね。短い、あ、でも相手がちょっとこっちに寄ってるな、わざと速い打球でね、ポポンと打つ、これも使えると思います。あ、もちろんね、浅いボールなのでしっかり右足、そうですね、まあ、長さの調節ということで、まあ、足を前に出して、まあ、しっかり前後左右動くことが大事なんですけど、まあ、ボールの、ね、落下地点に入ってあげるっていうのが、ね、速い打球点で打つためにはすごく大事なのかなと思います。はいはい、なので浮いてるからといって、毎回ラケットを上げるのが正しいというわけではありません。強いボールは打てないですけど、速い打球点でポポン、相手のいないコースにつく、これもすごく大事な技術じゃないのかなと思います。特にレディースの方は、はい、ぜひこれを練習してみていただけたらなと思います。はい、リンクチャンネル、はい、今日はね、リリース向けの、技術を解説していったんですけれども、はい、はい、うちのワイバーリンクではね、ジュニア教室以外にも一般の教室、リリース向け、大人向けの教室が、やっておりますので、はい、今日の動画以外の技術以外でもこういうことを教えてほしい、こういうことをどうやってやるんだろう、学びたいということがね、あればぜひワイワイリンクの方にお越しください。はい、詳しいね、教室の時間だったりスケジュールっていうのはね、概要欄の方にホームページの URL があると思うので、そちらから飛んで見ていただければなと思います。はい、それでは皆様に会える日を楽しみにお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。